下呂市萩原町では今月13日からの大雨で飛騨川が増水し、川沿いの国道41号がおよそ100メートルにわたって崩落、信号機も流されるなどの被害がありました。今日午後、岐阜県の古田一知事が現場を視察し、被害の状況や復旧に向けた取り組みなどを確認しました。去年災害があって、それをその復旧している最中にもう一段来たということで、復旧作業をとにかく急いでスピード感を持ってやらないといかんと。高山国道事務所によりますと、現場の国道41号は現在通行止めですが、明日午前7時から片側交互通行になるということで、一日も早く復旧したいとしています。